はい、こんにちは。こんにちは。さあ、はい、キャンプが近づいてまいりました。お、キャンプ行くぞ。ああ、行きますか。なあ、はい、1日、2日、3日、4日に戻るけど、宮崎、はい、最初はね。まず最初は宮崎。そう、11日から沖縄に行く。はい、おー、あ、じゃあ各チーム見られますね。見られますねって、とぼけてるけど、うんうん、お前も楽しみでしょ。すっごい楽しみですよ。そうでしょ、行くんでしょ。でも行く気満々ですもん、だ見られると思って。行く気満々ですもんって、もうチケットも発券してるから、ね、何よお前とぼけてんの。いやいやいや、ほら、なんか他人事みたいに言うなよ。いきなりね、例えば飛行場行ったら、うん、あれドッキリだったんだけど、もう本当に来たのみたいに言われたら、なんか嫌だなと思って。そう、その時ドッキリかもわかんない。嫌だけど、その時はカバン入っていきますけれども、はい、じゃあちょっとキャンプで、はい、なんかそれぞれのチームの、各チームのね、各チームの見方というか、こんな見方、まあ、見どころだよね。はい、はいはい、っていうのをやっていきましょう。はい、さあまずは巨人からなんですけれども、はい、巨人ちょっと注目してここを。注目はね、はい、やっぱりね、あの岡本をおそらくサードで固定すると思うんだよね。はい、でファースト、はい、でファーストに固定される人っていうのは、うん、打たなきゃいけないんだよ、やっぱ、うんうん、両サイドっていうのは、はい、やっぱ打撃を求められる、はい、守備 の負担がね、多少少ない分だけ、はい、二遊間と比べると、うん、だからまあそこら辺は、まあ、例えば北村だとか、はい、山下だとか、うん、まあ、原監督は若手を使うのがうまいからね。そうですね、坂本を育てたように。そうですよね。あ、ファーストを誰を持っていくのか、だからまあ大城っていう線もあるけど、うん、大城はやっぱりキャッチャーで使いたいよね、打てるキャッチャーとしてね、うんうん、だからファーストに若手を抜擢するのか、はい、それとも中島が復活するのかっていうところをこう見とくと面白いと。そうですよね、あの、うん、北村選手と山下選手に関しては昨シーズンファームで成績を残しているけれども、うん、まあ、一軍では成績残してない、そう、こういうのをやっぱり木原監督は積極的に使っていく。だって坂本を使った時にさ、はい、何の実績もないけど、うん、いやもう光るものがあると、はい、彼は必ずいい選手になるって言って信じて使って、うん、今のチームまで上り詰めたわけでしょ、はい、だからそういうチャンスがあるよね、うん、これはこの2選手はもうね、ここを守りしないと、いやもう死に物狂いだよ。そうです、ね、だからそういう姿をキャンプで見てほしいということと、はい、吉川尚輝、はい、セカンドの、はい、まあこれなのか山本なのか、はい、増田なのかとか、はい、いろいろ候補がいっぱいいるんだよ、はい、そこで勝ち上がってくる選手は誰なのかということをこう 見てるとすごく面白いと思うんだね。ただ面白いことに原監督は、はい、ただしその一塁争い、一塁手争いは同時に外国人選手の準備もお願いしてるって言ってたんですよ。まあそれはそうだろうね。だからその当てはまらなかった時に、まあ保険だよ、保険、あ、助っ人いるよっていうのも、うん、そうだね、すごいですね。あとはブルペンに行くと、はい、まあ、韓国から補強した、うん、まあ、ピッチャーであったり、はい、まあ、菅野が元気よく投げてるかどうか、うん、やっぱ昨年菅野が怪我がちだったからね、はい、だからそういう意味では体も万全で復活して、うん、本当にブルペンで復活してるのかという、まあ、そこら辺もブルペンに足を運べば、はい、まあ、見てほしいなって思う ね、 そうですね、はい、あの宮崎の同じ施設の中でやってるんですね。そう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 、だから1軍2軍どちらも見られるってことですよね。はい、じゃあこの辺りをちょっと巨人は注目していきましょう、はい、続いて DeNA です、はい、まあ、ここら辺はやっぱり優勝するのに浜口がしっかり投げ、うん、東がしっかり投げれるか、まあ、ここら辺だよね、うん、まあ、今永はもうなんかこう確固たる地位を作ったというか去年でね、はい、で怪我も克服してみたいな、だからあとは浜口や東っていうのは、うん、東だね特に、うんうん、やっぱ投げれるような状態になってるのかどうか、はい、まあ、ここら辺はやっぱ注目したいというのと、はい、まあ、内野手は、うん、やっぱセカンド、外外野かファーストに固定するためにセカンド側に伊藤幸也とか、はい、でファームにもいい選手がたくさんいるんだけどね、はい、まあ、ここら辺の争い、うん、俺がやってほしいのは梶谷をセカンドに持ってこいって思うんだけどね、お思うんだけど、いや、あいつ内野出身だからさ、はい、やらせば上手くなると思うんだけど、うん、まあ、そこら辺の、うん、コンバートがあるのか、はい、ショートもヤマトのあの打率では、うん、おそらくラミレス監督は不満だと思うんだよね。だからショートに若手を抜擢してくるのか、うん、まあ、ここら辺のその動かし方、はい、おそらくラミレス監督は大胆にしてくると、あ、じゃあそのあたりもここはちょっと注目しつつですね。そう、あの人がショート守ってるみたいな、ラミレス監督がやりそうですもんね。まあ競争をね促すからね、うんうん、あとはなんて言っても
筒香が抜けた外野手に一角を誰が取るかだよね、はい、誰ですかね。まあ候補とすれば、はい、まあ勝谷がいるし、はい、上里、はい、音坂、関根、はい、桑原、うん、もういい選手はいるんだよ。いますね。だからここら辺で勝ち抜かないとダメだということだよね、はい、うんうん、まあ必死な姿がおそらく見れると思う、はい、だからここら辺やっぱこう注目だよね。どういう配置にして、うん、もう解体しちゃうのか一回、うん、あもうバラバラに、うん、で外をファーストでもう固定に使うのか、うん、いや両方やらすのか、はい、セカンドもやらすのか、うん、俺は多分今年はセカンドはやらせないと思うよ。外はもうバッティングに集中させると思う。あ、うん、そしたらもっと数字が上がってくると思うし、はい、だからファーストなのか外野なのか、そのあたりもこのキャンプでどこを守ってるとか。そうだね、うん、外野手ってね基本決まってないからね。あ、誰も筒香がいたら筒香が決まりでよかった、はい、外がもう外野しかやらないっていうんだったら外野決まりだったの、うん、でも外が、うん、筒香はメジャー行く、はい、外はファーストに固定っていうことになると、うん、外野のポジションがらきなんだよ。じゃあもうチャンスですよ。めちゃくちゃチャンスね、おかしくないっていうところ。いやだからね、まあ、細川もいるし、うんうん、だから面白い争いがキャンプで見れると思う。そうですね、うん、まあ、そういうところが見どころですね、はいはい、さあ阪神なんですけれども、はい、阪神は見どころは、まあ若手のね全体的な底上げっていうのもあるんだけど、はい、やっぱセンターラインの特にショートが不安定なんだよね。ショート争いですか、うん、だから、まあ、北条なのか、はい、あ木浪なのか、はい、他に足の速いあの熊谷とかですか、はい、ちょっと打てればね、はい、もう足はめちゃくちゃ速いから、はい、だからまあ大山がサードとかね、うん、まあ、そういうことは決まってるだろうから、はい、まあ、近本がセンターにいる、ね、梅ちゃんもキャッチャーにいる、うん、センターラインは揃いつつあるんだよね、うん、まあ、セカンドは糸原って、はい、まあ、大体決まってて、うん、まあ、これでもうかうかしてらんないけどね、はい、うかうかしてらんないけどショートが決まればいいセンターラインになると思うんだよね、うん、それとやっぱこう守備練習を、まあ、バッティングも打てないけど甲子園の状況を考えるとまず守るということだよね、うん、だ守備練習に時間を割くと思うんだよ、はい、俺は。だからそういうところでショートが誰なのかっていうことが決まれば、うん、なんか守備の方も落ち着いてくると思うんだよね、はい、昨年もポロ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 やってたからさ。だからショートが決まればなんかそこら辺で閉まってくるかなっていうふうに思うんで、はい、だからそこら辺ショートの争い、これはやっぱ注目だよね、うん、そうですね、阪神は。あとはやっぱこうピッチャーではまあ最後だね、藤浪。ちょっと今年がもうちょっと勝負の年に、うん、あもう勝負の年だよね、うん、もう待てないでしょ今年やれなかったら。そうですね、うん、だからそういう姿も必死な姿も見てほしいというね、はい、まあ、山本昌というねあの臨時コーチが言ってるし、はい、まあ、どういうふうに教えてどう復活させるか、まあ、ここも注目だよね、はい、そうですね、はい、さあ、広島ですけれども、はい、広島は、まあ、田中康介がね、まあ、膝のクリーニング手術とか、まあ、いろんなことして、うん、まあ、小園との争いも、うん、まあ、すごく楽しみだし、うん、で、まあ、メジャーからメジャーに行くと言ってて行かなかった菊池が、はい、まあ、残ってくれてるという、うん、だから野手でマイナスはないんだよね、はい、だから、まあ、センターラインはもうしっかりしてるしさ、うん、相澤がいて、まあ、田中康介、菊池というのは、はい、まあ、セ・リーグでも 1、2 の、 あのコンビじゃない、はい、でセンターに西川が入るとかね、うん、でサードだよね、あとはね、サードがコロ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 特化機会だから、はい、まあ、そこら辺が堂林、阿部っていうあたりがどう争いを見せるのか、はい、まあ、ここら辺が面白いよね。おで監督が投手出身の監督になっただけに、はい、まあ、昨年ちょっと先発ピッチャーにちょっとね泣いたから、うん、まあ、野村も残ってくれたし、はい、でだからまあ どこまで再建できるのか。そうですね、うん、まあ、出ていく選手がいない分だけね、まあ、すっきりしてできるよ ね、 そうですね、同じ仲間でね、うん、だからまあ今年も、はい、安定した力はね見せてくれるとは思うけどね、まあ、はい、そこら辺が見どころかな、はいはい、続いて中日です、はい、まあ、中日は、まあ、とにかくキャッチャーなんだよね。ね、安定してるっていうキャッチャーが、うん、だから、まあ、加藤っていうのは素晴らしい肩持ってるし、はい、いいんだけど、まあ、バッティングがとかね、うん、まあ、石橋、郡司、大野、木下っているけども、はいはい、
やっぱりできれば100試合以上かぶれる、うん、信頼できるキャッチャーを育ててほしいよね。そうなんです。今挙げてくださった加藤選手でチーム最多の75試合なので、うん、そう考えるとやっぱり正捕手っていうのが決まってないですね。そうだね、うん、でやっぱりキャッチャーが決まらないとチーム自体が不安定になっちゃうんだよね、はい、だからそこら辺がキャンプで誰が勝ち取っていくのか、はい、あとネオだよね。ネオ選手あのどっちですか。わかんないんだ。俺は内野手をやってほしいと思うんだけど、はい、早く出るんだったら外野手かもわからないけど、でも外野手って言ったって大変だよ。だって大島いるし。そうですよね。どこにじゃあ。いや、まあ、もうポジションは大体埋まってるからね、はい、じゃあやっぱり、ね、平田とかもいるしさ、うん、だ内野のショート、まあ、結構厳しいけどポジションを取ろうとしたらね、はい、だけど次に控えてる石川っていうのが、うん、今年ルーキーで入る、はい、これも見てみたいよね。お、新人。だからもうどんどんプロってさ、新しい選手、はい、いい選手がどんどん出てくるから、はい、だからうかうかしてらんないんだよ。いつまでも期待してくれないからね。そうですね、入ってくればその人。だから早くこうネオでもポジション取らないと、はい、もう京田っていうのはなんかもうショートで、なんかもう守備のスペシャリストになってきてるしね、はい、あとはもう打てばもう鉄板のレギュラーになるしね、はい、だからそれはなかなか動かすことできないし、はい、サードにはあの周平、高橋周平いるでしょ、はい、もうこれも守備がうまいしバッティングがもう一つの皮むけたみたいな、うん、そんな感じになってきてるから、それは大変だよ。そうですね、その中で争っていかなきゃいけないんですよね、うん、そうそうそう。だからどこでどう争いを見せるのかね、はい、うん、で石川という新人、あ、これはちょっと楽しみだね。体もいいし力あるし、ちょっとバッティングとかちょっと見てみたいね。そうですね、はい、で投手としては、はい、梅津、はいはい、梅津はやっぱり去年パッと後半出てきて、うん、すっと4勝してね、うん、もう一人その藤島投手、はい、藤島もね中継ぎでね、はい、素晴らしい活躍したのよ、はい、ただあれだけ若くてもうどんどん使われたでしょ、はい、その疲れが残ってないかが心配なんだよね今年、うん、それはキャンプでボールを見たら大体わかる、はい、ボールのキレとかで。あ、そうですか。わかるわかる。あ、じゃあちょっと藤島投手の、ね、もう注目だよ。注目ですね。ブルペンで元気に投げてるかどうかっていうのはね、はいはい、で最後ヤクルトです。はい、やっぱ村上だね。あ、村上が今年もやってくれるかどうか、はい、まあ、山田とか青木とか、うん、もうこれもやって当然の選手なんで、はい、だからそんなに注目ではないんだけど、うん、やっぱ村上がまた違う村上を見せてくれるのか、うん、だからまあ成長という意味ではね、はい、だからそういう意味ではすごく、うん、楽しみにしてるし、はい、また広岡っていう、はい、まあ、大型の右のバッターがいるんだけど、はい、これがポジションを取れるかどうか、ショートのポジション、やっぱショートがここいつも空いてんだよな、ヤクルト、うん、だからどこまでレギュラーに近づけるのか、はい、レギュラー決まってないと思うんだけどね、うん、あのヤクルトのショートが、はい、だから誰が取るのかっていうこともあるしね、はいはい、あとあの奥川投手がねちょっと炎症を起こしてしまって、ね、見られちょっと見れないのが残念というか、まあ、プロ生活長いということを考えるとさ、はい、まあ、1年目、うん、その春のキャンプ、うん、まあ、無理させない方がいいんじゃない。もうそこはしっかり直して、はい、しっかり鍛えて、うん、それからでも取り戻せるよ、ね、あの子のポテンシャルがあれば、だから慌てないということ、うん、走ってる姿を見たってしょうがないからね。そうですね、あ、投げてる姿が見たいからもうそこはそうだ、ね、うん、まあ、残念ですけどゆっくりきちっと直してほしいなというところで、はい、あと高津監督だね、どういう、うん、動きを見せるのかどうか、はい、まあ、ブルペンにいることが8割だと思う。投手やっぱり何つっても再建しないと、うん、まあ、もうピッチャーが揃えばさ、はい、本当優勝争いできるぐらいの打者陣がいるわけだから、はい、だからまあブルペンにいることは多いと思うけどね、はい、でもファンの方って、うん、あのブルペンはすごくよく見えるんだよ。で近いしやっぱボール速い、速く見えるでしょ。見えます、ね、音もいいし、やっぱね錯覚に陥るよ。あ、今年はヤクルトいいって、うん、ね、はい、ピッチャー陣はいいって思うけど、はい、それを感じるために他のチームのファンじゃなくても、例えば、浦添から近いところってジャイアンツも近いし、宜野湾も近いじゃない、ベイスターズも。そのブルペンを比べてみると、違いが分かるよ。ああ、そういう見方ですね。そうそうそう。で、巨人が一時期弱い時に、俺ブルペン行って、あ、今年はいいなと思ったの。
でも近くにあるソフトバンクに行ってブルペン見たら、うんうん、これは大人と子供ぐらい違う。いやそのぐらい思ったぐらい、はい、やっぱ対比してみるとよくわかるという。ああそういう見方ですね。それはね、ソフトバンクのピッチ速いよ。みんな力がある。そっか。だから確かにいい音するよ、うん、ブルペンでは、うん、キャッチャーもプロだから、はい、芯で取ったパーンと音はなんていうの出してくれるよ、はい、ソフトバンクなんかなんかパーンもう音がねオクターブ高かったもんね。いい音するんですよ。乾いたいい音する。やっぱ速いもん。あいやだからこう近くのファンじゃなくても、はいはい、あうちのチームが心配だったらちょっとブルペンを他のチームを覗いてみようとかすると違いが分かる、はい、そこであここのチームよりか上かなとかあでもここよりかはまだダメかなとか、そう、そういう見方面白いですね。だからヤクルトのブルペン、うん、確かによく見えると思うけど、はい、でも本当にいいって実感を感じるのは、うん、対比してみること、うんうん、そしたらよく分かる。いいですね、うん、ちょっとそういう回り方をしてみても面白いと思います、うん、そうですね、うん。